いいな。ちょっとそのね、寒さ対策を。な、ワッキー。ワッキーも来て宣伝してくれよ。モンティーを。あ、ごめん。よっしゃ。お願いします。もらいます。多分クレーマーから送られていくと思うから。よっしゃ。ファンの方とね、一体となって、初日10レース走られます。福井の脇本選手です。よろしくお願いします。まあ結構ね、まずはあのご自宅にお邪魔させていただきましてありがとうございました。いや本当ですよ、特別ですよ。まあ他は多分入ることはないと思いますけども、実際できてみてもう1ヶ月ちょっと経ったと思いますけど、どうですか？まあ、その自分がやりたかったトレーニングが全てできるようになったんで、まあ不満に思うことは一個もないです。弟子たちや練習仲間の感想とかっていうのは、まあ、聞いたりしてるのかどうか分かんないですけど、どうですかね？いや多分まだその機材を全てフルで使ってるわけじゃないので、まあ、そこをやってからじゃないですか。まあ成果が出るのも何ヶ月かやっぱ後にならないとっていう感じですもんね。まあ、半年はかかるでしょうね。はい、まあ、そこでしっかりと全体的に底上げをしていくっていうための施設ということで。そうですね、僕がバンテで楽するための施設で、まあ、今回は弥彦の G1 から、まあ、約1ヶ月ほど、まあ、1本休みして臨むレースになりますけども、まあ、この間っていうのはどういうふうに練習していきたいでしょうか？まあ、とりあえず一旦、まあ、気持ちも、まあ、体もリセットした後に、まあ、練習がっつりやったって感じです。やっぱりこの大会っていうのはまだ取っていないタイトルなんで、ここに向けてしっかりと調整できたっていう、まあ、僕自身はそう思っているんですけど、まあ、それが成果に出るかどうかわからないですね。はい、まあ、ここも前橋と同じでドームですけど、やっぱりちょっと前橋がやっぱ相性はやっぱ良くないとは思うんですけど、何か違いっていうのは走っててありますか？いや多分バンクの相性というよりかは大会の相性みたいなのが結構出るっていうイメージがあるんで、うん、まあ、それが、ね、近畿勢やっぱちょっと露骨にちょっと出てるのかなっていうふうに思います。まあ、明日は近畿は一人で、はい、まあ、中部のお二人いますけども、どういうふうに走られますか？まあ、とにかくしっかり、一着取ることを考えて走りたいと思います。わかりました。まあ、今賞金ランキングも8位ということで、まあ、イレギュラーがあったらっていう感じになると思いますけども、やっぱりまずは取ってグランプリへっていう。まあそうですね、とにかく上のクラスにしっかり勝ち続けることが大事だと思うので、目の前の一戦一戦頑張りたいと思います。わかりました。では6日間ご走ですね、長い戦いになりますけども、最後に意気込みをお願いします。そうですね、長丁場になると思いますけども、最後まで諦めずに一生懸命頑張りますので、応援お願いします。